こんばんは。今日はスイートピーを描きたいと思います。お花はオペラ、かわいいピンク色です。ガクト茎はオリーブグリーン、テールベルト、この2色を合わせます。そして今日は花束にするので、オリボンをミネラルバイオレット、赤紫ですね。それでは描いていきます。まずはお花から、原液を取って、咲いているお花、だいたい間隔を置いて5つ描きますね。水で濡らしてぼやかします。左右そして大体の大きさを見てから、次はつぼみですね。つぼみも大体空いたところ、これを伸ばしていきます。ちょっと下向き加減ですね。次はガクト茎です。まずつぼみの額から描いて、花束なのでだいたい中央に寄せますね。
次はおリボンです。このあと足元を足していけば様子がいいと思います。はい、スイートピーが出来上がりました。